自らに深く増している
生命の実物とでも言ったらいいと思うんですね。だからね、この証拠現像はいつも生命の実物が書いてあるって言っても、ね、決してね平面的なもんじゃない。もう平面的なその生命の実物の話でなくてですね、それぞれの巻きでそういう生命の実物に造されているね、その自らに深まっていく目をね、いよいよこう深くしていく、そういうね、だから消防現像っていうのはね、深さのショットでも言ったらいいと思うね。本当に深くなっていく。だから普通の平面的叙述であるの深くなっていく方。だからそういうつもりでね、だからどの巻もその同じことが書かれたんだけど、どの巻も一生懸命目を開いて、そして自己を深めるというね、そういうつもりで出会っていかなきゃなんないですね。で、まあ、この故郷の巻でもそう、例外じゃない。故郷の巻もこのまさしくそういう消防現像が書いてある。で、まあそういうつもりでこの故郷の巻もいよいよ本気になってよいです。大体この故郷っていうのはね、古鏡っていうと、いかにもその辺の古道具屋か骨董屋にある古鏡のあれだ、これはどうしても故郷って呼ぶべきだね。で、ところがこの仏教で、前の言うけれど仏教で大とかね、古古いっていうね、いう場合、いつでもその大は小に対する大じゃない。だから古いって子って言ったら真に対する子じゃない、ね、そういうその、じゃあどういうのかっていうと、そういう古い新しいっていうのを比較を絶したところの、だから一切が分かれる以前、古い新しいが分かれる以前、全然もって、一切の時間が、時間以前、時間が始まる前、それほど古い話がちょっとした古さじゃないか。つまり一切時間、分離以前、時間以前、そういうのが仏教でいう個です。それからその次、鏡、鏡鏡鏡というのは鏡である。鏡は日本語でも鑑みる、鑑みる、考えてみる。いや、我々もね、普段こう自分の顔を鏡に映してた、そして自分の顔に墨がついてやしないか、ゴミがついてやしないかとね、見るやん。鏡ってそういうもの。だから私なんかはね、失敗の多い男だからね、それでカトリックの学校で女学生ばっかり、そこへ公園に行ったことある。そうしたらもうみんながこうクス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 笑うんだね。うわ、俺はどうしたのか。の衣だから円ボタンかけ忘れてるわけじゃないし、そのどうしてみんなが笑うのかですね。それけの縁談に立ってね、そしてみんながくすくす笑われるということはね、本当に参るのね。で、しかもそれが若い女の子ばっかりだもん、女学生とかね。
そしたら何ね、何がおかしいんだったら先生のあの裾が焦げてますって見たら、何あれだ、あの安泰寺にいた日曜三千会っていうね、私寒いもんだから、ここあのまあ騒ぎ老子もそうしてたけど、このところにあの火鉢入れて、そしてこれを大きいやつかけて、まあこたつに入ってたあんたじゃ冷えるもんでね、この足の方で冷えてゾクゾクしてあれしたら、もう喋るどころ騒ぎじゃなくなるんで、それでまあそういうのをやってたんだけど、それ火鉢よくいけたらいいのに、いけてなかったんで焦げちゃったんだね。そのまんまその着物着てったから、そんな裾がビロビロだって女学生が洗う、男性は女の子が洗うっていうね、もうあれはコンプレックスっていうんだね、なんていうかな、とにかく前はね、信州 の無料寺でもそんなことや、この頃はまあ無料寺もいろんな男の人がたくさん来るようになったけど、14、5年前、若い女の子ばっかりだった。ところがその若い女の子はね、もう私が喋ってるうちにあっちでもこっちでもね、笑うんだ。これも困ってね、その一体何で、何でもありませんとても笑う。そしたらそれで後でもって聞いてみたらね、私がね、その調子に乗って喋ってくるため、その時あだこういうのが入れるんだね、入っちゃうらしい。それであの女の子たちね、ミスターアナ、ミスターアナって言うの、ミスターアナってそういうあのあだ名ついたやつ、そこに持ってってアナって言うね、入れちゃったもんだから、今度うわぁ、まあそういうんで、結局まあそれ、そう聞いてみればもう気をつけるね、これもまあ鏡だそれからだからね、みんなね、その点あの自分の顔っていうの、私の小学校の友達にね、どの顔見、写真見てもね、こういう角度で写ってる、そのたくさん向いてて、みんなこっちの方にカメラがあって、みんなそっちの方向いてるとしても彼だからだからね、それの彼の妹がそう言ってたね、あの兄さんは俺のこの面が一番いいだろってそう言ってたっていうそれでもって分かったもんねその俺のこの面がいいっていうんで、それで写真撮る時はいつでも、もうこっちみんな向いてた、おうやるらしい。いや、その女の人でもね、このちょっとこうあの舌出す癖の人やから、これまあ可愛らしい。だけどあの彼女その点あれじゃない、髪と首切って、その舌の出し方おかしいんだから、ちょっとこう可愛らしく出すっていうのね、随分苦心した挙句じゃん。まああの田中角栄さんが新聞記者のところやってこうあれもそうだし、あの今の鈴木首相っていうのがサミットっていうんで、こういうのに帰ってるね写真でしたけど、あれだっていかに威厳をつけて偉そうに見えるかっていうのを、やっぱり鏡の前でこうやってあの苦心してね、工夫した挙句じゃないかと思うと涙ぐましい感じだよね。その鏡っていうのはそういうもんだ、自分のあれですね、姿を映してみて、そして自分の姿勢をこう直すんですよね。それで日本の昔の人なんかでも大鏡とか松鏡っていう本があるでしょ、あれまあ昔の話を通して我々自分の生きる姿勢を正そうという意味であるんですね。
네. 근데 소유 그러니까 그 다음이 끊어 소유분이 지금 너 인기를 주세요 받아서 유 이미 못될 동원다. その点に今の人たちは、あの、そういう神の詩を知らなすぎるんじゃないかな。少なくともね、豊かな生活って言って、まっしぐらに生きて、結局、その最後の結果は、自分の子供に豊かな生活、それだけが価値あると、こう、 込んできちゃってね。そうすると自分の子供は親が年取った時、豊かな生活のためには親は不用品、あの大型廃棄物って、そういう処分、これはもう把握処分した方がいいっていう、そういう考え方になるんですよね。見本はいくつでもあるじゃない。それにもかかわらず まだ豊かな生活、豊かな生活って言ってんだから、これ神見ていないってことだ。これはね、そのあれですよ、その顔に墨がついてるのをこれ拭き取るよりもっと大切なことだ。あの世間の神たくさん、あるんだから、そういう神を通して、あの自分のあれを、姿勢を正さなきゃ。 ところでね、今仏教として故郷っていう感じでね、これはもう本当の仏教の根本的意味としての故郷なんだ。これは今言うその映す映されるっていうね、そういう脳所さえも分かれる以前の鏡だから。これね、あのちょっと 話が普通の神の話とは違ってくるね。そうてんね、例えば我々いつでもね、別れた後のこう全て別れちゃってから後のね、あの姿ばっかり見てるから、でニッチもサッチも行かなくなるとかあるね。例えばまあ 嫁さんと姑さんっていうのは、ね、永遠の宿敵みたいに思ってるとこあるじゃない。しかしながら本当は嫁さんと姑さんとって言ってね、別れる以前となると、これ姑さんも元は若嫁だった、若嫁もいずれは年取った姑になるんだしね、そういう 別れる以前っていうのは同じ人間だもん、同じ女だもん。その点はそのそういうふうに別れる以前の同じ女のあり方として見たらね、お互いにこう同情し合う、察し合うっていうことがあっていいんだと思う。それを 全く察し合わず許し合わずっていう宿敵関係に考えるのはね、もう嫁と姑って言ってはっきり分かれた固定したとこから見るからね。それからまた、あれですね、資本家と労働者ってね、あるいは金持ちと貧乏人、あるいはそのあれだ、 偉い人と偉くない人、有能者と無能者って言ってね、エリートコース行ってるやつと落ちこぼれ、ご体感をしてる人と心身障害者とって言ってね、それも決まったみたいに考える。だから心身障害者はその子供を産む資格はないっていうような発言する人も出てくるわけ。 これ自分は絶対に心身障害者にはならないもんと思ってる。何そういうやつに関して自分の子供はあのどうか知らないけど孫ぐらいに出てくる。
マロンぐらいに心身障害者がドロッと出てきた。そしたら先に発言したね、自分の言葉でもって自分の首絞めるよ。その点ね、そういうのはね、まっさらな人格と人格として出会うというようなね、その別れる以前のことから出会う。先進国民、後進国民ってね、いかにも軽蔑するけど、ああいうこう日本なんていうのは昔はまあ韓国に対して後進国だったよ、今は韓国に対していかにも先進国みたいな顔してる。またいつかひっくり返って後進国になる。これいつでもこれ変わるんだ、固定してんじゃないんだ。そうすると大切なのはね、誰とでもまっさらな人と人と人格として出会う。これ実物だもん。あるいはね、自然と人間、これも自然と人間ってもう対立的に考える。自然を征服するっていうか、何いつか自然に復讐されるっていうことが出てくるね。それからまあこれ、自分の一生においてでも合格と不合格っていうのははっきり分けてから、この試験に合格すれば俺はエリートコースと、不合格したらもう一生ダメって言って、もうはっきり決めてかかるからね。そうすると不合格するともう俺はダメだって、首くくって死ぬとかガス自殺するとか、そういうやつが出てくる。それでまた成功失敗とかね、そんなこと成功しなきゃっていうね。でも失敗する、そうしたら失敗したらダメに決まってる、もう俺はダメだって言ってね。私なんかはまあ失敗だらけだからね、そのせいにもう、あ、またかと思うわけだ。もうその点、もうそういうふうにまあ徳と損とっていうことでもそうだし、苦しみと悲しみ、あるいは逆境と順調ですね、だから幸福と不幸っていう、みんなこう2つに分かれるでしょ。この2つに分かれたところ固定して考えたらまず話間違う。そしてそれでニッチもサッチもいかなくなる。ところが二つに分かれる以前というとこからね、見直しは不合格であっても、あれだね、自殺しなきゃならないことはないってことは分かる。そういうことはね、学校で教えてほしいんだね。どうせなら中学生や高校生で自殺するやついなくなる。それからまたあれですね、失敗しても俺はダメだってうつ病にならなくてもいい、立ち上がれればいいんだから、これが生命力で、そういうふうにさらにもっと根本的には、生と死だ。これ今の人はもう生存、生きることばっかりに価値を置いてるでしょ。だから今度年取ってだんだん生存に力がなくなってきて、そしてあとは死ぬばかりとなったら、いや年取って死ぬんじゃなくてもいいや、がんだっていいって、これからもう死ぬんだっていう人も出てくるんですね。その時に生存ばっかりに価値を置いてれば、今度は死ぬっていうことは無価値だ、無価値だ。それこそ死ぬっていうことに対して奈落の底へ落っこってこう思いしないと。で、そういう点ね、これ生と死と別れる以前っていうね、そこからそういう生と死と人ひっくるめのものが本当の生命なんだ。だからそういう生と死と別れる以前っていう、そういう本当の単なる生存じゃなくて生命基盤から見直せる。今度は死ぬっていうことがね、
아, 어떻게 산지 나라 하다. 제가 이거 하나씩 못했대. 감히 넘이면 어떠해. 이따, 이거 보통이면 나를. 소유 놀이가. 근데, 이마 이 고교 ってのは, 나가, 最も 근본的な, 一切 분리 이전, 一切 分かれる 이전, 時間 이전, そういう神を通して見て俺の姿勢を正していくっていうことですね。ところがその今の故郷の場合はそういう俺一切分かれる以前を通照らして見てっていうけど、そういう照らされる、あるいは神を見る見られる、 そういう二つさえも分かれる以前の神だから、これで話がひょっとねその流水になってくるんだ。で結局はだからもう本当は誰でも彼でもね、思っても思わなくても信じても信じなくても受け入れても拒絶しても、 そういう生命の実物、我々生きてるわけだ。それが神それ自身、そういう神において、自分の生きる姿勢を正して、そして変わっていく、こういう話なんですね。そういう、だから生命それ自身が覚めていく、 今いう消防現象、覚めているのが生命の実物だから、それがそういう、それが消防現象故郷だ。でまあ本文に入って、諸仏諸祖の従事し関連するは故郷ある。諸仏諸祖がね、みんな受け保って 関連してきているのは故郷だ。それで道見道面なり見ることも、その鏡の面もどうだ、で銅像道中なり、そこへの映る像もから、その鏡自身の鋳造も鋳って、まああの 若い人は中っていうのはどういうのかなと思うかもしれないけど、要するにあれですね、金属を溶かしてね、そういう鋳型に入れて器物を作るのが中で、諸仏諸祖もみんな道中なんで、道産道小諸仏諸祖は 全く同じこのその神に関係する道産、それから同じく実証する道証、それでその神は古来古現10万8000、この古っていうのはいわゆるエビジン、 シナのね、中国の東北のあの野蛮人のことをコ、しかし一般にその外人のことをシナ人は軽蔑して古事記ね、古が来たれば古が現ず、10万8000、漢来たれば 漢源、中国の漢人が来たら漢を言う、1年万年なり、これはまあ昔の言葉そのまま使ってるわけで、古来古現、本来根源、仏来仏現、古来仏現、結局ね、そういう今言うこの神は生命の実物っていう神だからね、 何でも映るまんまだ、現れるまんま、それで、そこ
보자 막탁 무시. 흙이 그마이다. 아담가나이다. 그라마사나이다. 소유 감이다. まあこの四季あの小五弦堂の中三五に四季とか五章とかありますよね。四や五章にね、諸仏諸祖の他に鏡を別に断ずると心を埋めから、今言うところの諸仏諸祖をもって故郷とは断ずるなり、上に道見道面道蔵道中道三道章とは言わずるなり、もう書いたんですけど、 結局諸仏諸祖そのものがもう神。それで第18祖カヤシャタソンが最域魔大国の人たち、聖和渦ラン、地の穴は天下、歯の穴は王者。 もしかつて夢見るには、一人の大臣王旗なる鏡を見せて迎えると、ちなみに買いたいです。まあこれは読めばわかる。7日空いて地を埋めし、初めて小ゼルに来たい、磨ける鏡のごとし。このカヤシャタ尊者が生まれてきた時にも、初めから肌が磨いてる瑠璃のよ。 別に、産湯を使わせなくてもよかった。未だかつて戦国せざるに、無念に高潔なり、いとげなくより、感情をこの、言語、物常の同時に異なり、生まれしより、いつも上々の縁感をのずから上昇せ。まあ、ここからですね。要するに、 赤ちゃんのとこから一つの清らかな情明の円環、丸い鏡がね、その赤ちゃんの方にあった。円環とは円鏡ない、機材のことなの。同床せりというのが円環も母子の体より埋めるには、あの同床せりってのはね、 その神も、お母さんが一緒に産んだって思うんじゃないっていうかね。そうじゃない。死は対象。まあ、死は、お母さんの体から、お腹から出てきたんだけど、死の出体すると同時に、円環に浸りて、変身として、まあ自然に備わってるみたいなね。 死のほとりに厳然して、心の調度のごとくありしなる。手回りの道具みたいにちゃんとそこにあった。この円環、その字、その常にある、この円環がね、普通じゃない。その道具が迎え来たるときに、道具がこう、 向こうからこう向かってくるときにはね、その円環を両手に捧げてきたるなことし、しかあれども同面隠れ、その円環を持ってくるみたいなんだけど同面隠れ、同時左右には円環を大手左右なことし、しかあれども同心隠れ、同時水面 するときは、円環その上をまずまるでこうベッドで寝てると上にこう、あれがね、天外の花の天外のような、例えば気配のこと、同時探査のときは、円環その面前にある、こう座ってるとたくさんの円環がある、おおよそ同様真摯に愛したのを願い、 同情身体、どこ行ってもその円環が伴って、鹿の身にあら、古来今の物理、子供とくその円環に迎えてみることを。いや、古来今、昔も未来も今も、物理って言うと、まあ、法事かなんかみたいに思う、今の人、今日は物理がありましたけど、法事かなんか、思うけど、そうじゃないね、この物理。
少し変えてどっからか処分
今の講師主人は円環なる。これ講師主人って言えば、
いわゆるお経のこと今我々が見ているお経天類もこれは縁かんだ枯れかしを一重に手に出りと思わないかやしゃた尊者だけに書いたもんじゃもう枯れしゃた尊者だけが珍しいねことだというわけじゃない。 ある時出遊するに僧者南大尊者に多く直に進みて南大尊者の前に立つ。これはあれですね、第17層の僧者南大尊者、その前に出会った。そしてすぐまっすぐ進んで南大尊者の前にやる。で南大尊者と何がしちゅうなるが、まさに何の所証か、何の所証かって、何者の現れたるぞ、こういう。 まあ普通に言えば、しかしながらその宇賀諸表を門尺にあらずと聞いて三月すべし、これは何が現れたんだってね、いう問いとして聞いちゃいけない。これは結局ね、何者かこれ言うもらいっていう話なんです。まあそういうものが不意に出てる。 諸仏大宴会、諸仏大宴会、こういうのをこれ、まあ、宇賀諸表、何もこの格好で言うもらえる意味だ。これは内下影なし、内も外も、自分も影もない、両に同じく見ること。 心と目と心念、皆、愛に至る。そういう芸を言われた。しかあれば、諸仏大宴館何としてか、師と同生せる。師の生来、生来は大宴館の命だ。これ、どうして諸仏大宴館が師と同生したのか。 諸仏はこの宴館に同感同権なり、だからね、諸仏大宴館という場合は本当に初めに言ったように諸仏諸祖、それが大宴館だから、諸仏は大宴館の鋳造なり。 諸仏っていうのはこの大宴館から言われて、大宴館は地にあらず、にあらず、小にあらず、小にあらず。大宴境地っていう言葉あるね。大宴境地っていうのは何ていうか、これはまあ第8式の荒屋敷が仏さんのあれになると大宴境地になる。それで大宴境、大宴館は地にあらず理にあらず、だから大宴境地なんて言うから大宴館は地の話かと思う。そうじゃないんだってね。地にあらず理にあらず、小にあらず、小にあらず。 今言うように大宴館って生命の実物だもん。そうするとね、地とか理とか小とか層とかって分かれる以前、それで十章三元の法の中にも大宴館のなあれども、今の諸仏の大宴館にある。まあ十章三元っていうのはね、いわば
三元の剣は幕を服する、こう門をこう、服した、くらいの修行の段階ですね。インド人っていうのはね、昔から修行僧、山の中入って一生懸命座禅してってね、そうすると、なかなかその、あんなもんだから、それで、その、 修行の段階考えたね、考えたね。まあインド人っていうのは何でもこう段階を考えるのが好きだもん。人間それ自身もこう階級に分けちゃう、カーストっていうでしょ。何のカースト何のカーストってね、まあたくさんの階級をつけちゃう。それでもってまたひとつの議論をするんじゃない、 それ今いくつあるこういうね、あくびするのいくつある、あっちゅうて、それからパーッちゃう。そういうふうにこう議論するのはそういうふうにすぐいくつあるって持ち出すの。じゃあまあお経の話でもいい、仏教のお経を見てるとすぐいくつあるって話が出てくる。これはまあインド人の癖としてですね、私なんかそういうのを 偏ってたりして、そうでない、本当の大切なところになったと思っているので、とにかくインド人っていうのはそういう階級に分け、数を数えるんです。今修行の話でもそう、煩悩を服する、こう潜在的にするね、その段階が三元だ。 三つくらいがあったりします。三元。それから、それを煩悩を断じたくらいがね、その十。それで、三元十章。つまり、ね、修行、唱歌のメモリを言うね。こういう、メモリの話が今、仏法そのもの、生命の実物の話じゃないんだから。 十章三元等の方の中にも大円館のなあれども、今の諸仏の大円館にある。今生命の実物としての諸仏の話はそんなメモリの話じゃない。諸仏必ずしも地にあらざるがゆえに諸仏に知恵ある。知恵っていうのはね、結局早い話が 選択してさ、あれかこれか選択して、そして、これを決めるのが知恵。それで、必ずしも地にあらざるがいい。丁寧に作った、そういう、取り立てて言う知恵。そうでないから、諸仏は、 知恵を持ってる。つまり生命の実物、生命の実物はね、そのものは、あの、あれだけ、肺息ともに被害、大果樹のごとしっていうね、あの、いう言葉が法華三昧にある。肺っていうのは染むから、即っていうのは触れる。 向いてもいけない、触れてもいけない、大火事のごとして火の玉みたいな、ね、俺あれかこれかって話じゃないんだ、あれかこれかを飛び越えてる、そういうようなそういうものなれば、こそ知恵も持ってる、生命知恵を処物とせるにある。だから知恵が 知恵が生命の実物じゃ。山岳知るべし、知を節弱するは未だ仏道の不教説にあらざるない。知恵っていうのだけが大切と思ってるのは、これは本当の仏道の不教説じゃないんだ。
鉄道の区長説っていったらそういうのも飛び越えた。例えば大火事のもとし火の玉のよう生命の実物、実物なんだよ。もう一切分かれる以前で、すでに諸物大玄関だと言われた交渉性と専門素というとさらに道理ある。いや、そういう諸物大玄関ね、生命の実物だ。これどうせ我々そういう生命の実物に来てんですよ。これみんな誰だってこのそれに同調してんだ。これから改めてそういうもの別物があるわけじゃないんだ。たとえ我と同床性と検問室というともさらに道理や、いわゆるこの大宴館この章に接すべから、これ本当は誰でも彼でもこういうその生命の実物生きてるんだけど、その生命の実物を充実して実現して発現して生きてるかっていうとね、これみんな発言しないから出会っていない。要するにこの章に出会っていないやつばっかりだもんね。じゃあその次の他章にあの いつかの、その、生まれ変わりいつか出会うのかってそうとも決まっちゃいない。それからまたその大宴化し大宴館を玉鏡にあらず銅鏡にあらず銅や玉や玉や銅でできている紙じゃないんだ。それから銅鏡っていうのかな、それじゃあ銀鏡か髄鏡かってそういうものでもない。で円環の権下なるか道理の節下なるか、まあ今言うたこの諸物大玄関あれね、諸物大玄関内へ内へ下へなし両人道特権信念皆掃除っていうね、掃除下だ、下について言える。この下は玄関が言ったのか、あるいは道寺が言ったのか、道寺の説明だ。同時この宿の下を取ることもかつて人に学習せるには、まあ、同時がその下を言ったとしてもそれ人から聞いたわけだ。あるいは幕獣長官にあらずかつて幕獣知識にあらずこの長官について学んだんでもない、知識について学んだんでもない、ただ円環を捧げて格のごとく飛ぶ。ないつまりね、円環とその道理と分かれる以前のところで言ってんだこの下はね。で死の幼児の時より鏡に向かうの定義とせるのになる、はい、小さい時からもうこの道理はね生命の実物を睨んでる人なんだね。毎度言うけれど我々ホギャーって生まれるとその時生命の実物見てんだ。みんなホギャーって生まれた時だ。ところがあの毎日お母さんがおっぱい飲ませてくれるっていう、そうするとなんとなしにお母さんの顔がこのいつも同じような顔っていうね、これ人間として生まれてるからこの抽象してこのまとめるっていう力があるからね、そうするといつも出会う本当は生命の実物としてはまだ全くまとまっていない世界だね。それに対してお母さんの顔っていうのは漠然とこう一つあのまとまってくる。やっぱりママお母さんが一生懸命その繰り返して教え込むから、それでママって言ったらお母さんにまとまるんだと。お母さんっていうね存在が存在っていうか
意味が出来上がるわけですね。ところが本当は生命の実物っていう点から言ったら、昨日のお母さんと今日のお母さんが違っていなきゃ、毎日刻々新陳代謝してるんだから、あのお母さんの顔に小じわが一つ増えてるかもしれない。それを小じわなんかは抽象して、そしてお母さんにこうまとめる。だからまたなんとなしにおっぱい飲まされて、この 感触もね、もう赤ちゃんだんだん覚えてきて、パイパイって言ってね、言い出す。そしてだんだん言葉を覚え、ママブーブーちってね、もうマンマンちっていろんな言葉を覚え始めてきて、そして言葉でもってまとめ上げた世界をだんだん知るようになる。ね、それと同時に全く純粋の生命の実物を見失ってくる。それ、作り物を教え込まれて本当の生命の実物を我々見失ってくる。それで、じゃあ言葉はみんな偽物であって、言葉さえ取り去ればいいのかって言って、そうじゃない。事実として我々人間として言葉をでも話する、頭で抽象してまとめるっていうね、そういう力も生命の実物なんだ。だからね、このところがね、なかなか話が複雑になるところです。言葉はいけないっていうね、もうそう片付かない。言葉も生命の実物で、言葉の世界だけじゃもちろんダメだ。で、そういうところをね、だからそういうんで話が流水になる、深くなる。で